西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。6月25日火曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。さて、昨日は占星術的に今週おすすめの映画をご紹介させていただきましたところ、見るよ、見ましたというコメントを早速いただいています。森山元気さん、まさに今の僕にぴったりな気がしました。ありがとうございます、見てみます。はっちゃん、これでいいじゃなくてこれがいいを選択するのは勇気がいりますよね。ぜひ今週に見てみます。続いて絆さん、素敵な映画を紹介していただきありがとうございます。今日はすぐに映画を見れるタイミングだったのですぐ見ました。めちゃめちゃ素敵な映画ですね。仲間の存在、自分の直感、前例のない挑戦、すべてが今の自分に刺さりました。いや、学びの多い映画を見れて感謝です。いや、こちらこそおすすめを受け取ってくださって感謝です。なんかこれいいよって言ったものを受け取ってもらえるってすごい嬉しいことですよね。で、受け取ってもらえたら、あ、じゃあ今度はこれどうってこうどん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 ね、伝えたくなっちゃう。そして誰かのおすすめを素直に受け取れるっていうことってまた素敵なことだなって改めて思いました。でも自分にはその素直さが全くないなってこう思い知ったことがあるんです。それはある方が、まあ、周りのいろんな人にアドバイスを受けていた時、まあ、私はそこに一緒にいて話を聞いているという立場だったからこそ、まあ、すごく全体を客観的に見ることができたんですね。で、ああ、確かに今の彼女に必要なことをみんなが言ってくれているなっていうのを感じました。ただその言われている本人はというと、ああ、私そういうんじゃないんでとか、あ、いいですねって言いながら、まあでもこうでああでというふうにこう全然受け取ってないんだなっていうことが分かったんですね。で、それをこう見てた時に、あ、ちょっと待てよと、これ私だなってすごく思いました。そこで思い出したのが20代の時に歌の師匠に言われた言葉なんです。あっこねって、20代は枝を、まあ、木に例えてね、枝をもうとにかくいろんな方向に伸ばしなさいって。そして30代になったら剪定、まあ、切るってことですね、剪定を始めなさいって。でも20代で自分の可能性を制限しちゃダメよって。いろんなことを見て聞いて体験して、その自分は興味がないと思うようなことにもとにかく枝を伸ばしていくの、切るのは30代からでいいわよって、うん、で、まあ、その言葉を私はね、そうだなと思って、20代の時は基本的に誘われたら行く、いいよって言われたら何でもやってみるっていう風に生きてたなって思います。まあ、ところが30代、40代という風にね、年を重ねるにつれて、もう私はこの枝だけでいいのよ、私はもうこの枝を伸ばすから、もうそっちの枝はいいのというふうに自分がなってきてるんだなって、そこでちょっと待てよって思いました。枝を20代は伸ばしまくりなさい、切るのは30からでいいわって言われた当時、私は20代でした。で、なぜそれを言ってくださったのかな、歌の師匠はって考えると、まあきっと当時の私はなんかすでに世界を自分で狭くしてたんじゃないかなと想像するんですね。まあ、そうじゃないとそんなこと言わないですもんね。うん。じゃあ今の私に歌の師匠がもしまだ生きてて近くにいてくれてたらなんて言うかなって想像した時に、そんなに自分の狭い世界に凝り固まってんじゃないわよって、あんたさ頭固くなっちゃうわよ、いろいろこれはいいわよってね言われたり、あるいは何かの情報として出会ったってことは、
それはもうご縁があるってことなんだから、まだまだ自分を狭くするのは早い。もっともっと広げていきなさい。人生これからも続くのよって言われるんじゃないかなって思ったんです。若い頃にもらったアドバイスをずっと大切にしているっていうことってありません？でもちろんそれがね、年齢を問わずに大切なことっていう場合もあると思うんです。だけれども年齢が変わる、人生の状況が変わった時に、実は自分が何かこう固執しているアドバイスっていうものが全く真逆の方を向いた方がいい場合もあるんじゃないかなって、皆さんのコメントを読ませていただきながらそんなことを教えてもらいました。20代であらゆる方向に枝を伸ばし、30代40代とそれを剪定して、よし、私はこの枝を大切に伸ばそう、そんな風に生きてきた。そして今、まあ50、あれ私何歳だっけな、50歳だと思うんですけど50歳になって、今度はまた逆にこう自分の世界を広げていく、枝って、桜とかもそうです。うちにあるちょっと名前わからないけど観葉植物が基本的にはこう枝がブワーンと伸びて上の方に葉っぱがついてるんですね。でも下の方にもこう継ぎ木っていうんでしたっけ、なんかそっから枝がピョコって出て葉っぱがブワーってなってたりするんですよね。だから確かにこの枝にしようって、決めたかもしれないけど、その枝からもっともっと広げていこう。この枝のこんなところから芽出て葉っぱついちゃうの？みたいな、そういう柔軟さ、それを持ちたいなって改めてそんな風に思いました。皆さんコメントをくださってありがとうございます。またコメントはしてないけれど見ようと思ってるよ、実は見たよという方ありがとうございます。今、ボイシーだけじゃなくって YouTube やまたポッドキャストで聞いてくださっている皆さんに、こういろんなことを書き込んでいただけるような、そういう場を作りたいなと思って準備を進めています。また進み始めたらご案内させてください。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。